なんとオリンパスさんから糸が届いたよ。わあ、やばくないこの量の糸。なんか新作の糸なんだって全部。そう、そんな。そう、すごいでしょ。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。淡い色シリーズと。ああ、本当だ、書いてあるね。うん。との刺し子糸の20メートル。うん。これじゃあ40メートルある。わあ。かわいい。超かわいいよね。ありがとうございます。ちょっと開けてみてみましょうか。オープン。オープン。まあ、サナノンみんな好きなんだね、こういうの。ね、サナノン好きそう、この辺好きそう。はーい。いやー、ありがとうございますっていう感じで。圧巻ですな。圧巻ですな。いや、一個一個、紹介したい。紹介したい。淡い色シリーズ、うん、グレー、なんか書いてある？品番書いて A20。 うん、いいね。ね、かわいい。淡い色、緑。わ、好き好き。サナ好きです。それ A19 好きです、その色。これ18か。なんか後ろから紹介しちゃってるかも、ね、くすんだピンク、素敵。かわいい。すごいニュアンスカラー、淡い色16。ミルクって書いてある。わお、名前がある、ね、アットミルク。あ、すごい。ローズベージュとかいろいろ名前がある。うん、マリーゴールドかな、これ。マリーゴールド。あ、マリーゴールドって書いてある。かわいい、名前ついてた。違う、クラウディーグレーローリエあ、ローリエ、ローリエじゃない。なるほど。スカイブルー、イエー、スカイブルー、イエー。アクア、アクア、かわいい。ライムイエロー、おお。シェルピンク、シェルピンク、かわいい。なんかこっちは普通の刺し子糸の 20m、 32、33、34。いや、これめっちゃかっこいい。これ、うん、35。うわー、これもかっこいい。36。いいね、私これ。37。いや、サナエこれだと思った。本当？38、39、40。いいね、そんな。ちなみにさ、はい、私さ、実はさ、なんだ、オリンパスさんの糸自分で買ってたのよ。自前で、自前で。これが多分旧作の糸で、これ淡い色シリーズの。あれ、待って、このキラキラ、ラメ糸。これラメ糸も確か大人買いしたんだよね、ちょっと。確か前のシリーズかな。ベイビーブルー、ミントクリーム、レモンシフォン、レモンシフォンか、ラベンダーセージ、ピンクシャーベット。これで全部なのかちょっと調べてみないと。で、こっちがラメ糸。キラキラしてかわいい。まだ使ってないんだけどさ、これ1って書いてあるね。前色なんか、何気に私前色買ってると思うんだよね。なんかこれ淡い色もちょっとあるかもしれない。使ってみようのさ、ね、使ってみようの回今度やろうぜ。いいね。そうなのよ、みんなで使ってみたいなと思ってこれ大人買いしたの。それから随分時が経って、あ、だいぶ前に買ったね。だいぶ前に買いました。だいぶ前に買ってるので、ぜひ今度みんなで刺してみようやろう。とりあえずご紹介だけ今日。そうだね。やば、こんなに出てんだね、オリンパス。こんなに出てんだよ、使えって話よね。いや、でも今回使ってなくてよかったね。映える映える、一緒にね、紹介できてね。こんな感じです。はい、オリンパスさんありがとうございました。今度は次回は使ってみようコーナーやりましょう。はい、ね、いやー、かわいい、これ好き、うん、いや、これかな、ね、これも好きだよ。あ、そうそう、これカーキがね、それさん、それさん好きなんですね。そうそう、ここのみんなはどんな色が好きですか？私はね、これとこれの並び好きね。あーね、うん、好き。あやこカラーじゃない？あやこカラー、うん、あやこカラー、この辺、あやこカラー、この辺だよね。ゆきちゃんはね、多分この辺好き。あーね、ね、ゆきちゃんはこの辺好き。好き。マリナはね、マリナちゃんこの辺とかじゃないの？うん、マリナちゃんこの辺好きかもね。勝手な勝手な勝手な勝手に言ってるはい、
糸っていいね、眺めるだけでもいいね。ここが新作の淡い色、今回いただいたね、旧作っていうかあったやつ。じゃあ新作のでこっちが前から買ってたラーメンね。ラーメン使ってみたい。どんな感じなんだろうね、ラーメンね。うん、一本糸にこう巻きついてる感じする。いやね、はいはい、こんな感じでした。次回使ってみたの動画でお会いしましょう。はい。